火力の調整もできますので、ちょっと強いと思えばこう落とすことも可能ですし、今こちらのこれでやっちゃうとすごい高いものに出ちゃうから、まあ、考えてますが、こういうふうな形で結局まあ仕入れが例えば分で買って価格になっちゃうと全部それが結局食べてくれるんじゃないかなと。だから串日本刺しなんですか。いや基本は日本ですけど、あのこれ急遽作ったら、あそうなんです平串なくて、あなるほど、すごいです。なんか回らなくていいですよね。そうですね、あの安定はしますよ。安定しますよ。ただまあ刺す時ちょっと大変ですけど。調整員はもともとネットとかで見られた。そうですね、最初はネットとか、あと YouTube とか、はい、ですかね。